お兄ちゃんが欲しいです。小さい頃、何回そうやって神様にお願いしたかな。いつしか神様にお願いするのはやめてしまったけど、お兄ちゃんが欲しいって気持ちは心の中にずっとあったの。そしてそのお願いが今になって叶うこと。突然お母さんから知らされた。いきなりだったから最初はびっくりしたけれど、だんだん嬉しくなってきて、今はどうしたらいいかわからないくらい喜んでる。だって本当にお兄ちゃんが、私にお兄ちゃんができるんだよ。夢以外でも会える、現実の本物のお兄ちゃんができるんだよ。なんだか夢みたい。でもちょっぴり不安もあるの。だってどんな人なのかまだわからないし、夢のお兄ちゃんみたいに優しかったらいいんだけど、もしそうじゃなかったら。ううん、きっと優しい人だよ。だってお母さんが選んだ人の子供だもん。絶対優しい人だよ。私のお兄ちゃんになる人だもん。だから早く会ってみたい。そして会ったらお兄ちゃんに言いたい。私が妹の歩ですって。待て！すいません、すいません。え？俺に何か？あ、ごめんなさい。あの、もしかして受験票を探してますか？あ、はい。さっき風に飛ばされちゃって。ごめんなさい。ああ。それで、
あなたは三谷陸斗さんですか？あ、はい、そうです。三谷陸斗です。合格おめでとうございます。あった。ちょっと黙っていなくならないでよ。あ、ごめん、受験票が風に飛ばされちゃってさ。飛ばされたって、それで受験票は見つかったの？うん、親切な女の子が拾ってくれたんだ。なるほど。ん？いや、そのだらしないにやけ顔の理由。え、そんなににやけてた？デレデレ。その子よっぽど可愛かったのね。合格おめでとうございます。わあ、またにやけた。これはもう好きになっちゃったかな、その子のこと。それはないと思うけど。どうして？その子はあっという間にいなくなったから、好きとか嫌いとか考える時間もなかったし。時間は関係ないんじゃない？世の中には一目惚れなんて言葉もあるわよ。一目惚れってしたことないからよくわからないけど。けど？もう一度会いたい、会って話がしたいとは思う。ふーん、相当気に入ったみたいね。ん？うんうん、なんでもない。その子とまた会えるといいわね。うん、多分会えるんじゃないかと思ってる。どうして？ここにいたってことは、あの子も朝岡の受験生だと思うんだ。そしてきっとあの感じからすると受かってるはず。なるほど。ということは私も会えるってわけだ。あ、それって合格したぞ。おめでとう、まつり。ありがとう。一応確認だけど、リクトもだよね？うん、大丈夫だった。リクト、